KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。ベガルタの選手と県内サッカーキッズがキックターゲットに挑戦。その名もターゲットサッカーの宮城ゴールド。1人10球蹴ってその合計点で争います。そのうち1球だけ蹴ることができるゴールドボールは得点が2倍になる高得点を狙うチャンス。ただし100点のすぐ下にはマイナス50点の的もあるから気をつけて。現在のベガルタ選手ランキングトップ3はこちら。1位は190点のゴーケ選手。今週のチャレンジャーはベガルタ仙台エロン選手。エロン選手はブラジル出身の26歳。あらゆる形でゴールを生むストライカーです。Qual o número? 100. 100. 100 狙います。 Olha o menos 50. Mais nós pedimos que eu quero. Vai começar bem. Vamos lá. Vou ganhar de você, pai. Já vi que eu vou ganhar de você, pai. Nanto! 1 球目からいきなりのマイナス50点! Agora vou no... só no 50. Já, もう次から50しか狙わないです。Vamos lá!狙ったところじゃなくてもいいんです。10点ゲット。ここから挽回したイエロン選手、ボールに力強く思いを込めますが、力が入りすぎたか、3球連続で外してしまいます。集中集中集中エロン集中エロン集中エ50, pai. 50 ikimasu. Nice, nice. この後も50点を狙い続けますが、立て続けに外してしまいます。Ai, caralho! 頑張れ、エロン。はい、次は。頑張れ。20、20、20。Isso aí, ó. OK.Aí. OK. Nice. ラストは得点2倍のゴールドボールで巻き返しを狙う。30、30、30。Vamos, vamos, vamos. 果たして決めることができるか。ベガルタの選手と県内サッカーキッズがキックターゲットに挑戦するターゲット300ゴールド。ベガルタ仙台エロン選手はここまでマイナス10点。ラストは得点2倍のゴールドボールで巻き返しを狙う。30、30、30。Vamos, vamos, vamos! 頑張れ、頑張れ。No qual? Vamos, Elon. 30。30いきます。はい。ああ。Menos 10. É, eu fui na dificuldade ali, tentar os 50, os 100, não deu muito certo.エロン選手は12位に。1位は変わらずゴーケ選手です。ベガルタワンツートーク。2人の選手が選んだカードのテーマに沿って自由にトークを繰り広げるこのコーナー。今回トークを繰り広げるのはこちらの2人。一体どんなトークになるのかな。敵に回したくないチームメイトは。ああ、俺はやっぱマサト君かな。マサト君。やっぱあのフォワードと
自分ディフェンターバックでやっぱ練習中でもこうマッチアップすること多いし、まあ、敵ともマッチアップしてる中でやっぱね、あの体の強さがなんかもうなんかね、なんだ人間と当たってないんですよ大木なんか大木一回本当やってみたら分かると思うんですけど本当に大木みたいな本当おかしいですよ体もなんか厚さもおかしいしこう押しとか重さとかもう強さとか、もうやりたくないですよ俺は試合だといや本当に本当にこっちで、最近した大きい買い物、自分はボッテガの財布を買わせていただいて、すごいねそれを大切に今使っています。俺は最近だったら高校の同級生仲良くしてるやつが子供生まれたんで出産祝いでベビーカーとか で赤ちゃんがこうご飯食べるようなこのテーブルとかをまあ買い物何人かで買いました、ね、気持ちいい買い物いい出費というか、チームメイトと一日だけ入れ替わるなら俺あの菅原龍之介あいつめっちゃ練習所から家近いじゃん。近いですね。ちょっと変わりたいね近く住めばいいじゃないですかお疲れですって帰ってもすぐ、ね、すぐ、あ、いいみたいな、うん、入れ替わんなくても多分そこ住めばいいです。ここら辺にそんなでもそんな簡単に引っ越しもね手間かかるからどんだけ違うんだっていうの分かるために一日入れ替わるのはありかな。自分は誰だろう、アキさんと変わってるならなんか変わってみたいなと思ってて、身長がすごい高いじゃないですか、もうそこから見た景色を一回見てみたい。多分景色すごいと思うよ。ライブ行ったって言ってたんです、アキさんと。小出選手は先月の放送で最近撮ったお気に入りの写真として林選手と一緒に行ったライブの写真を紹介してくれました。ライブ行ったって言ってたんです、アキさんと。でそこフロアにも何百人いたけど、こうアキさんだけもそれだけ突き抜けてちょっとアキさんの後ろにいる人ちょっとなんか見えづらいですよみたいな、アキさんちょっと気になしながら後ろの方行ったりとか。いやでも相当すごいと思う景色は、ね、ちょっと変わってみたいです。ベガルタは明日午後1時5分 J1 昇格をかけたプレーオフの準決勝、アウェーで長崎と対戦します。その見どころを教えて、カモンよろしくお願いします。いよいよ明日はプレーオフ、対戦する長崎はチーム総得点がリーグトップということで、森山監督は1失点までは覚悟する、2得点できるかどうかがポイントと話していました。そして私ベガルタの J1 昇格ある法則を見つけたんですね。2001年の時の清水監督、2009年の手倉森監督、いずれも誕生日が11月なんです。そして森山監督の誕生日も11月9日。これは皆さん J1 に行きますよ、応援してください。そして今日は締めくくりに蜂須賀選手の引退会見の様子ご覧いただきます。引退会見は今月14日秋田市内で開かれました。2024シーズン限りでサッカー選手を引退する決断をしました。本当に素晴らしいプロサッカー人生だったと思います。蜂須賀浩二選手は2013年ベガルタに入団、闘志あふれる全力プレーと攻撃力が魅力のサイドバックとして活躍。昨シーズンまで11年間プレーし、多くのサポーターに愛されました。復興のシンボル目指しているベガルタ仙台に入団して、やっぱり東北を盛り上げたいっていう気持ちはベガルタ仙台の時代からありましたし、やっぱり東北に僕は縁があるんだなっていうのはすごい感じて、今シーズンの蜂須賀選手は新天地に選んだブラウブリッツ秋田でも持ち前のひたむきなプレーでチームに貢献し続けます。自身の現役ラストゲームを勝利で飾りました。自分の性格上 100% が 0% かなので、その 100% が出せなくなってしまったともう思いつきました。
残ってた炎はしっかり燃やし尽くさせてもらいました、秋田の地で。なので本当にすっきりと引退させていただくことができて本当に幸せです。夢はサッカーに携わりながら身近な家族を毎日幸せに過ごさせたいなって思います。秋田でもチームメイトに恵まれたという八鹿選手、会見後には花束が贈られ一緒に写真に収まりました。八鹿選手お疲れ様でした。そしてありがとうございました。終了後なんで